シャドウ DN1 は、シャドウレーシングカーズが1973年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。この車は、それまで、キャンアムに参戦していたシャドウが、F1 に参戦するにあたって、初めて製作したマシン。元、BRM のエンジニアであった、トニー・サウスゲートが設計した。DN1 はまた、グラハムヒルのプライベートチーム、エンバシーヒルでも使用された。 シャドウ DN1 は、ドン・ニコルズが1973年シーズンに参戦、するため設立したチームの初めてのマシンであった。チームはそれまで、キャン・アム・スポーツカーシリーズに参戦しており、エンジニアのトニー・サウスゲートやマネージャーのアラン・リースなど、イギリス人の経験豊富なスタッフを雇い入れ、若干のレースに関する専門知識を有していた。サウスゲートが設計した DN1 は、 アルミニウム製、モノコック、ダブルウィッシュボーン式サスペンションを装備し、エンジンはコスワース DFV を搭載した。DN1 は合成に問題を抱えていた。サウスゲートはそれまで V12 エンジン搭載マシンしか手掛けたことがなく、DFV の振動を補うのに十分な補強を行うことができなかった。マシンは黒一式のカラーリングで仕上げられ、 UOP がスポンサーとなった。シャドウ DN1、バーバーモータースポーツパークでチームは開幕から2戦を欠場し、第3戦の南アフリカグランプリに2台をエントリーした。ファーストドライバーは BRM やロータスでの経験を持つジャッキー・オリバーが務め、セカンドドライバーは、カイチルーキーで、スポーツカーの経験が豊富なジョージ・ホルマーであった。 ホルーマーは初戦の南アフリカで6位に入り、続くスペインでは3位に入賞した。オリバーは第14戦のカナダで3位に入賞した。チームは最終戦のアメリカでブライアン・レッドマンをサードカーに乗せたが、レッドマンは5周でリタイア、外部の手助けを受けたことで失格となった。シャドウはこの年9ポイントを得て、コンストラクターズランキング8位となった。 1974年シーズン、チームは DN1 に変えて DN3 を投入したが、新人のジャンピエール・ジャリエは開幕2戦を DN1 で戦わなければならず、いずれもリタイアとなった。エンバシー・ヒルのシャドウ・ DN1、2008年のグッドウッドフェスティバルでグラハム・ヒルモを自ら設立したエンバシー・レーシングで DN1 を使用し、1973年シーズンを 戦った。同チームはヒルの一大体制でマシンのカラーリングは白を基調としたものであったがヒルは DN1 でポイントを獲得することはできなかった。彼の最高位はベルギーグランプリの9位であった。エンバシーヒルは翌年シャドウからローラへマシンをスイッチした。1974年シーズンのポイントは全て DN3 によるもの。ありがとうございます。